新築落成の広庭に古き糊の間に間に新設せる土俵を築き、この響きも高らかに相撲の技を催し行わんとするに先立ちて、今日の幾日のたる日に祭り使え祭りて狼たちの こうして天気にも恵まれて、新たな一歩を踏み出したそういった気持ちが強く、ここからまた気を引き締めて、一生懸命指導していかなければいけないなという気持ち、たくさんのね、ワクワクする気持ちと、厳しい気持ち、いろんな気持ちがね、今湧き出てきている状況です。最近ね、青森館の力士も減ってきているので、積極的に、地元の力士を、ね、育てれるように一生懸命青森ともちょっと協力しながら、またそういう、自分も応援してもらったふるさとということを、大切にしながら、一生懸命指導していきたいなと思います。相撲強くなる場でもありますし、やはりこう人間としての成長する場でもありますから、そういうこう相撲というこの文化の中に、いるということをこう大切にしながら、またこういう地元、町の歴史、そういったこともこう感じながら、力士としてまた人として成長できる、部屋になっていきたいという思いが詰まった部屋になっていると思います。中見てないからまだ分かんないと思うんですが、はい、今ね、新しくて綺麗ですけど、もうどんどん稽古して、ね、味が出るぐらい、壁とかどんどん稽古して、汚してほしいなって言ったらですけど、こう汗が染みていけばいいんじゃないかなと思います。ちょっと待ってください。はい、